長。モーニング10月19日水曜日、マハトマのみんなも一緒に。シャドバにおまけ使いに盛りだくさんの内容でお届けしていくから最後まで楽しんでってくれよな。はい、それではおらずにいる一緒に早起きは超ラッキーハッシュタグハッシュタグ。さあこの後テレビ画面を撮影してツイッターにアップすればおはスタ特製パネルを1名様にプレゼントだ。いいね。さあ今日はこの後出てくる猛毒生物にちなんでエミチーがドッグでアセイちゃんを攻撃しますよ。制限時間は5秒です。せーの、おはっしゃー。やーお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 ー。さあ撮った写真と今出てる文字をタグ付けして朝8時までにツイッターへアップドラー。はい、保護者の方に手伝ってもらってね。よっしゃ、はい、じゃあでは今日もこのコーナーから行ってみよう。せーの、おはスタ今日だぜ。 We thank you again too。 今日はこちら晴れで綺麗だけど猛毒生物スペシャル。さあ今月末登場の小学1年生12月号は猛毒を大特集ということで、おはスタでも綺麗と思って触ると超危険な海の猛毒生物を紹介するぜ。それでは VTR、 とことん喋ってないのに風船割られる気持ちわかる。綺麗だけど毒がある。おはともみんなも要注意。実は超危険な生き物たち。まずは毒レベル1、ヒフキアイゴ。突き出た口が火を吹いているように見えることからヒフキアイゴと呼ばれているこの魚。黄色いボディが超可愛いけど、ヒレには毒のあるトゲがついていて、敵から攻撃されると広げて威嚇するんだって。万が一触ってしまうと手足が軽い麻痺を起こす可能性があるから気をつけてくれ。でも基本的にはおとなしい魚で攻撃してくることはないから安心してね。続いては毒レベル2、花見の笠戸。縞模様のボディとヒレをゆらゆらとなびかせて泳ぐのが特徴。見た目もゴージャスで綺麗だけど、背びれのトゲには猛毒があって、刺されてしまうと全身の痛みが広がり、ひどい場合呼吸困難になってしまうほど。毒に自信があるのか、人間が近づいても逃げようともしないんだ。海で遭遇したらすぐに逃げよう。ラストは毒レベル3、要注意カツオのエボシ。別名電気クラゲとも呼ばれているんだけど、移動手段を持っていないから水の流れや風の力で浮遊しているのが特徴。綺麗な色をしたボディについつい目を奪われるが、触手は人を死に追いやるほどの猛毒が。2回刺されるとショック死する場合もあるんだ。しかもこの触手最大50メートル伸びることもあるから要注意。おはともみんな、美しいからと油断していたら超危険な生き物はたくさんいるから注意してくれ。怖いね。さらに毒を持った生物は小学1年生でも大特集。みんな要チェックだ。すごいね。さあおはともの彩香ちゃん、どんな生き物が気になったかな。ピカピカのカツオのエボシが気になった。ねえ、見た目は超綺麗だよね。なんかゼリーみたいでね。だけど危険だから注意してくれよな。さあ、見てくれてるみんなもね、絶対触らないように気をつけてくれよな。さあ、続いてはこれだ。バランス覚えて。シャドウババーン。今日ババンと覚えてほしいのは、ライトの後輩で同じセブンスフレーム部員のこの子だ。カズマスリーレン。どうし触った。ヒーローが大好きなレンは熱血系シャドバブフィフスソードの元部員。新しいのが始まったんだ。今週のアニメでは
皮膚消毒長のライドウ辰巳とネイが対戦。超激アツなシャドババトルにヒーローもびっくりドラ。さあ、そんなヒーロー好きな例にちなんで今日はこんなゲームだ。かっこよく決めろ。ヒーローセリフしりとり。今からメンバーにはヒーローが言いそうなかっこいいセリフでしりとりをしてもらうドラ。ヒーローっぽいセリフかどうかはマイティに判定をしてもらうドラ。OK が出た場合は次の人が3秒以内にセリフを言うドラ。6人全員がヒーローになれば最後にみんなでかっこいいポーズを決めるドラ。ヒーローじゃない判定が出たメンバーにはいたずらタイムドラよ。ゲームはこの後すぐ。その前に全員で見たことないくらいかっこいいヒーローポーズを決めるドラ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。シャキーン、シャカーン、シャカーン、シャカーン、今月のコーパーは集めて楽しいブロック号ブラトゥーン3、ワンカラスでカーニーバイ小さい100メージ大長編別アタックマイゼンシスターズ漫画新連載にデュエマアートモード&キーハガシモコロコロコミック11月号発売中。やった、新しい妖怪ウォッチはミスターの妖怪解説が聞けるにゃん。あなた誰？解説してないにゃん。ミニゲームもできるデラックス妖怪ウォッチゼロ式タイプ S、 メダルもあるにゃん。海のゴミの魚取れたかダメだ、ちぎれてもた、俺は取れた、これはなんだ。カジキカツオ様に恋に大魚大王イカチンベイ様、取れた取れた、ケガと釣り組。さあ今日のゲームはヒーローの俺が好きっていくから6人全員でヒーローを目指そうです。ちなみに若菜ちゃんは誰が一番かっこいいセリフ言えると思う？スマニーが言えると思う。おお、スマニーか。任せろって話だぜ。期待してるね。それではドラグニルからいくぞ。まずは2のつくかっこいいヒーローセリフからだ。ヒーローセリフしりとりスタート。いけドラグニル、未来は誰にも奪わせない。おいいねドラグニル、これはヒーローだぜ。すごいね。じゃあ次はイから始まるかっこいいヒーローセリフ、スバニーよろしく。生きる喜びを味わわせてやる。どういうこと？これもヒーローだぜ。じゃあ次はルから始まるかっこいいヒーローセリフ、一よろしく。やめろ、ルールは必ず守ろうぜ。いいね、これはヒーローだぜ。よし、じゃあ次はアセちゃん、ゼから始まるかっこいいヒーローセリフよろしく。絶対行かせねえ、絶対行かせねえ。おお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 おなんで簡単だよ。いいね。まあ、OK。OK。よかったよかったよかった。よし、じゃあ次は、またゼからね。ゼから始まる。ゼから始まる。お兄ちゃん、よろしく。全員の力を、俺にくれ。フラス、サンダー、アタック。オッケー。
なでヒーロー掛け声いくぜ。俺たち6人揃っておはた戦隊シャトルメンガー参上。イエーイ。さあということで今日参加してくれてるみんなにはシャドバ特製カードをプレゼントするドラ。次回アニメはシャドバ部対抗戦3試合目開始。レンがかつて所属していたフィフスソードの部長タツミとバトルドラ。みんなレンの応援よろしくドラ。この後は超不思議で近未来のボビーが登場だ。みんな最初掛け声で感じたけどスバニーだけやったよ。シャドーバースチャンピオンズバトルの新装版が登場。新価格2530円でダウンロードコンテンツも収録。俺たちとバトルシャドーバーの世界で冒険だ。好評発売中。体験版も翼を広げ新世界の空を飛べ。シャドーバース新カードパックセレスティアルドラゴンブレード天使メス利用券実施中。お化けはね学校公園病院にもみんなの家にもいるんだよ。でもお化け図鑑を読めば大丈夫。お化けは怖いけど面白い。美女お化けにも気をつけて。講談社のお化け図鑑シリーズ好評発売中。読んでね。学校のお化け図鑑ゲタゲタ箱が新登場。ついに文化祭が始まった。最初に訪れたのはみんなが描いた絵が飾ってある展示室。絵がたくさん飾ってあるね。いいのの絵は個性的だね。いいの。どれも素敵な絵ですよ。この本格的な絵は誰のぞな。これは私の絵ですね。私の表現したかったもの分かりますか。ひらめき切り替えタイプの謎解きでパンパンさんの表現したものを考えてみよう。右の絵のタイトルは何。なんだかとっても芸術的ぞな。はいはい、よっしゃ。芸術的。いっぱい重なって。まあ何でもいいぞな。左のやつがラインっていうことは、それぞれの色を一色ずつ見てみよう。黄色、赤の文字が重なっているわけだ。なるほど。一色ずつ見ればいいかね。じゃあ右の絵、青がなだね。な。絵のタイトルを選択しよう。左の絵を青、黄色、赤の順によく見ると、ラ・イ・ンというカタカナになっていたんだ。右の絵も同じように考えてみると、できる言葉は仲間。どうだ？素敵な仲間が描かれてますね。さすが松丸さん、よくわかりましたね。いいの？わかったぞ、仲。おい、パンパンにものすごく喜ばれた松丸くんだった。サホッチの踊るサホッチュー。おはー、ダンスに上がるサホッチです。今日は動き出すペーパークラフトパピルンズになんとかわいいかわいいサンリオキャラクターズが登場したということで遊んでいきましょう。一緒に遊ぶのはカホッチのテンションに圧倒されているマイティ。パピルンズとはオリジナルペーパーを折って専用アプリでスキャンするとなんと動き出しちゃう不思議なホビー。今日は新シリーズサンリオキャラクターズの中からクロミとマイメロディで遊ぶぞ。マイティ手に合わせて来て行くぜ。まずは手に合わせて来ていこう。次に書いてある数字の順に折っていくよ。パーツが4つに分かれていてそれを組み合わせて1つにするんだ。パーツができました。イエーイ。塗り付けをしていくぜ。
テンション高い。最後に作った4つのパーツをくっつけたら完成。それではアプリでスキャンしてみよう。すげえ浮かび上がったよ。うわー、背中合わせで夢中な2人。そう、背景を変えたり近寄ってきたり、パピルンズには夢中になる要素が盛りだくさん。パピルンズと一緒に写真撮影もできちゃうぞ。よっ、はい、チーズ。うわ、取れた。できました。最後は一緒にレッツダンシン。以上、カホッチの踊るカホッチブラッドズ。おいいね、お兄ちゃん見てみてどうだった。俺にはわかるよ、マイティの中は絶対に笑ってたっていうのはわかるよ、俺に。かわいいね、お兄ちゃん。当たり前だ、いつも笑ってるぞ。映像なのに写真くらい固まってた。中笑ってんだよ、中笑ってんだ。さあ、ということで、エリチ、今日のお天気よろしく。はい、今日のお天気です。晴れるところが多く、東京も午後は日差しが戻りそうです。最高気温は昨日と同じくらいで、東京や札幌は昼間もひんやりするでしょう。以上、天気でした。 Thank you。 この後、アニメ、バケツ館。いやー、それにしてもさっきのヒーローの、ねえ、ヒーローのさ、急に言われんだもんだ。宝トミー、一緒にデマやろうぜ。だよう、召喚せよ。切り札を手にした時、デュエマが闇に染まる。デュエルマスターズ伝説の邪神、続々登場。宝トミー、トラックでレッスン。ダンス、私たちによるダンスの本格レッスン。リズム感もアップ。ボイドルも君もリズスタ。リズスタライズスタジオ。BMK なんて今日まで恋はつらい、好評配信中。おはスタは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。おはスタチャンネルのショート動画では、アニメに出てきたお化けをバケガッチャできちゃうからね、みんなチェックしてくれよな。はい、そしておはどもの柚子もくん、オリジナルお化け考えてきてくれたみたいなんだけど、よかったらぜひ見せてよ。見せて。見たい見たい。今お化けが集まったそうです。それね、どんなお化けなの。特徴は、うん、いろんな顔が、うん、集まってます。なるほどね、すごい、いろんなお化けの顔が集まってできたお化け、なんか盛りだくさんで最高だね。ナイスだぜ。さあ、みんなのオリジナルお化けもどんどん送ってくれよな、待ってるぜ。さあ、そして来週はなんとこっちだ。ラッキーラッキーがリズスタートップオブアーティストのオープニングテーマを生パフォーマンスするぞ、お楽しみに。はい、ということで3人ともどうもありがとう。あとさ、さっきさ、お兄ちゃん俺の名前忘れかけてたよね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。挑戦に君臨するのは俺だけだ。これぞジンザラで。アサゲフリーズドライ、美味しさを瞬間凍結、だからうまい。フリーズドライ、アサゲ来るね。海苔がたっぷりの海苔が、大人のふりかけだ。うまい、大人のふりかけ、長谷園。レゴフレンズ。